ゆうとび本日の動画こちらございます。他のレンズを買う前にまずはこのレンズを使いこなしましょうということで早速撮っていきましょう。はい、ということで本日もね夜景オートに行ってみたんですけども、明日は花火撮りに行くで、明日花火会超絶お楽しみに。で今回はですねちょっとねこのねこちらのレンズですね、こちらのレンズ皆さん標準ズームレンズ使っておりますでしょうか。いろいろねもういいレンズが出てきてね、なんか変なやつがねこのレンズがええぞこのレンズがええぞ言うてねかえかえ言うてきたりするんでね、一番ねもう初めに買ったであろうねこのレンズのねあの出番が減ってきてる人もね多いんじゃないでしょうか。今回の動画はねこの標準ズームレンズもう一回ねゆうとみなりに分析したので皆さんにねもう一度これの良さをね伝えたい。そしてねカメラ初心者の方にとってもやっぱねもう1本目でもうこのレンズしか持ってないぞっていう方もね多いと思いますんで、という方もね、勇気づける動画にしていきたい。とにかくこのレンズさえね使いこなせばどんな写真でも撮れるんだぞということをお伝えできればなと思っておりますんで、ぜひですね改めてねちょっとこのね標準ズームレンズのね素晴らしさについて皆さんにね学んでいていただきたいなと思います。ということでですねまず1枚目はですねもうシンプルにねここで撮ろうと思うんですけども、なんだかんだこの場所何回も来てるけどもここで撮ったことなくねゆうとび。奥のねこのあのビルがねこうボンボンボンと立ってて綺麗、そしてねリフレクションも綺麗なんで、もうここをねシンプルに収めていきたいなと思いますと、あのビルの下にキャノン大阪さんがあるんですけども、今ゆうとびが喉が出るほど欲しいレンズ 135mmF1.8 そして 28mmF2.8 めっちゃ欲しいけども600mm 買ったからお金ない、また頑張ってお金貯めます。ぜひゆうとびを応援したい方はオンラインサロンスワンプへどうぞ。日本語訳沼です、楽しくやっております。ほんでね、この標準ズームレンズなんですが、一つ皆さんにクエスチョン、被写体を大きく写すためにはどうしますか。皆さん被写体を大きくするにはどうするか、まあ、例えば一つこう近づくありますよね、あとはねこうズームして大きく写す、一見ねこの2つやと思われがちなんですが、あと2パターンあって、ズームしてかつ近づくっていうパターンと、近づくけどズームしないっていうパターン、この4パターンあると思うんですね。でこの4パターンがあるからねこのねズームレンズっていうのはね結構難しいんですよ、初心者の方特に。なんかこうさ目の前にねなんか撮りたいもんがあった時にこう どう撮ろうかなみたいな、こうなんか近づきながら遠ざかりながらズームしながらみたいなねやるからね結構難しくて構図合わせが。でそんな時にね皆さんにやってほしいのがもうね焦点距離をね固定してしまうっていう方法、このズームレンズなんですが単焦点レンズみたいに使うっていうことをねぜひやっていただきたい。で目指す先はですねこうなんかね撮るものがパッとね目の前にあったとしたら、一瞬で焦点距離をこう導き出せるね能力を身につけてください。自分の距離と被写体の距離に合わせて、あもうこれやったらもう 35mm とか、もうこれやったらもうちょっと 70mm みたいな感じで即座にねこれを導き出せる能力、これをね身につけてからね他のレンズをねぜひ買っていただきたい。その能力が身についてるということはこのね焦点距離の特性とかをね完全に理解してるということなんで、それを理解できたらねこの広角レンズとか望遠レンズとかのね沼に足を踏み入れたらよりね幸せになると思うので、まあ、ちょっと今のね話をぜひ覚えていて帰ってくださいませということでね、まあ今回はですね何ミリで撮ろう、ここの場合何ミリで撮ったらいいんやろうか怒られるまあちょっとねこれせっかくなんでこのビルと下のねこのリフレクションの、しかもこのビルの部分これ全体的にもう全部入れたいと思ったんで24mm で撮りましょう。 24mm ちょうど多分まずそれがいいことでしょうということで、もうねゆうとび即座に 24mm や言うて分かりましたんで 24mm でまずは撮っていきたいなと思います。で設定していきます。とりあえず安定の A モードからの露出補正は白飛び黒つぶれなるべくしないようにプラマイゼロにします。ほんで F 値をね今回14まで上げます。14なるべくですねあのこの街灯たちをねウニウニってさせたいと、このウニウニの大きさをなるべく大きくしたいのでもう F 値をね14まで上げます。だいたいユートビの撮影はね最大ね F 値上げれても14までって思ってます。全体的にピント合わせたかったらね F 値9以上って思ってるんですが、このウニウニの量次第でねこの F 値9か11か14かをねさまよってるっていうねイメージですね。ほんでね ISO100 この状態でねシャッタースピード30秒ですと、でこう三脚立ててるんでねもう30秒でもまあ手ぶれしませんと。で普段ねあの夜景撮影の普通の夜景撮影やったらこれねあの
30秒も待つのね、あのめんどくさいんで ISO をねその分200まで上げて15秒みたいなね、あの ISO を倍にする分シャッタースピードをね2分の1まで速くできるみたいな時短をねやってるんですけども、今回ねあのできるだけこの水面をねちょっとでも滑らかにしたいので、もうちょっともう泣く泣くねもう30秒待ちましょう。30秒 ISO100 で30秒にします。ということでこの設定で撮っていきましょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、もうシンプルに 24mm で全体が綺麗に収まるように撮りました。水平感覚、ほんで2分割構図、ほんでこの両端のね幅を揃えることでバランス感がね取れてると思います。シャッタースピードね30秒まで増したんでね、いい感じで水面もね、滑らかになってくれました。とりあえず1枚目ねもうシンプルに撮ってみたんですが、とにかくね皆さんにお伝えしたかったのは、焦点距離をねこう固定した状態でねこう写真を撮るっていうのをねやってあげると、焦点距離の特性もね分かってくるので、よりねあの写真の技術は結果あのアップするのではないかなと思いましてお伝えしてみました。ほんでまあその辺をね、理解していただいたら、もうすぐさまねもう新しいレンズをねどん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 何本も何本もね買っていただきたいなというのがゆうとびの本音でございますので、次ちょっとねこの広角とか望遠とか焦点距離ごとのねあの特性を活かしながらまた別のね写真撮っていきたいなと思います。ということで次。はい、ということで次なんですけども、次はですねあの焦点距離の特性、これをねもう一回ちょっとねおさらいしていきましょう。でまずは広角のね特性からねご説明していきたいなと思います。広角レンズはですね皆さんあの広く映るっていうね特性があると思うんですけども、その一言でねあの終わらすんじゃなくて、もうちょっとねあの紐解いていきましょう。これさあ皆さんね、これあの広角側広く映るだけじゃなくてね、どんな説明ができるでしょうか。これこの特性をねあの皆さんにね覚えていて書いてほしいんですが、広角レンズはですねあの手前のものは大きく、奥のものは小さく映るっていうね特性があるんですね。その結果ね、めっちゃね奥行き感出すのにはねもううってつけのね焦点距離なんですね。ということでですね、そんな特性を生かした写真をねちょっとこの辺でね撮りたくてですね、これをねこの街灯をさ手前に入れるんですよ。この街灯を手前に入れる。ほんでちょっともうさっきも 24mm で撮ったけどもね、今回ももうね 24mm で撮ろうって思いましたと、ここのね場所でこの手前の街灯を大きく映して、ほんでその間にねこのビルを入れるっていうね、そんな構図で撮っていきたい。広角をねあの活かすには何かねこの前景を入れてあげるっていうね方法をね撮ってあげると、それだけでですねめちゃくちゃダイナミックな写真がね撮れます。ということでですね、まずここをねゆとび山とりあえず 24mm でね撮っていければなと思います。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、 24mm でギリギリまでねこのあの手前のこの街灯に近づいて、これを大きく写して、その間にこのねビルを入れると、広角のねこの焦点距離を生かすにはそんなねこう前景を入れるというのをね一つね覚えていて帰ってほしいなと思いますと。ほんでねあのこの写真見てもらったらね分かる通り、若干ちょっとね奥のビルがね手前のやつにねこう重なってしまってると。でそんな時はですね、これあの 15mm のねレンズで撮った写真がこんな感じの写真なんですが、これねあの同じように15mm でね手前の街灯にこうめっちゃ近づいて、ほんで 24mm もねより広角側なんで奥のねビルがねもっと小さく映ってると思います。うまいことね収まってますねこれ。なのでです皆さん広角レンズを買ってください。まあなかなかねちょっとこのね広角レンズ超広角域っていうのは使いこなすのはねこうまあなんかこの 2470mm の標準レンズの次に買うとなるとね結構難しいんですけども買ってください。でかつねまあこういうねそれこそこういう都会にね住んでる人とか北海道とかやったらねまたちょっとわからないんですが、日本ってねあんまりこう超広角で撮ろうとしてもなんか電線とかね電柱とかなんかいらんものがね入っちゃったりするんで、なかなかね超広角がね生きる場面ってね少ないんですか買ってください。でしかもさこの iPhone でさ超広角レンズってついてるじゃないですか。でこうもう iPhone とかでもねあの昼間に超広角で撮るだけで結構ねもうなんかダイナミックでいい感じの写真になるんでね、まあ、これでも全然ねあの綺麗に撮れるんですが買ってください。今回の動画はタイトル詐欺です。あの皆さん買ってください。ぜひ、皆さん、沼に足を踏み入れていきましょう。まずは超広角沼、楽しいのでぜひ皆さんヨドバシカメラレッツラゴー。ということで次。はい、ということで次なんですけども、次はですね望遠の特性、これをね皆さんに伝授していきたいなと思います。ここもねちゃんと分かってない状態でねまた新しいレンズとかねポン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 買ってもね仕方がないことはないんでいっぱい買ってほしいんですが、まあ一旦ねこれも学んでいきましょうということでね、この橋がねなんかめっちゃレトロな感じでいい感じやったんで、これを撮ると、でかつこのオレンジの街灯がねこの水面にも反射しててめっちゃね雰囲気出てましたと。でかつこのね大阪府で一番映えるこのビルもねちょうど上にね生えておりました。
ましたんで、ここをですね、あの 70mm でこうね切り取っていく。でまた設定もね、さっきと同じように F 14のシャッタースピード30秒で撮っていきます。でこの望遠レンズですね、さっきのね、あの広角とは逆でね、あの圧縮効果っていうものがね、あの効くんですね。圧縮効果はですね、結構皆さんあの聞いたことある人も多いと思います。奥のものもめっちゃ大きく手前にね引き寄せられるようにしてね映るんですね。なのでこの端をね一応まあ撮ろうと思って撮ったんですが、その奥のねビルとかもぎっしりとねこう詰めてね寄らせることができます。でプラスですね、ちょっとこの今回のねあの場所ではね映せないんですが、焦点距離がねこう長くなれば長くなるほどよりボケるんですね。なのでですね、それを使えばねこんな感じの写真が撮れたりとか、背景もぎっしりとねもうボケだけで埋めた写真が撮れたり、逆にねこう手前もねよりボケるんで、玉ボケをねこんなにね前景として入れてキランとね水滴をね光らせたり、望遠側でねこのボケを楽しむというのもねあのぜひ皆さんにやっていただきたい。今とりあえず今回はちょっとねこの望遠の一つの特性圧縮効果を効かせて、ここのねあの水面と橋とね奥のビルをねギュッと詰めて撮っていきたいなと思います。ということでここを縦構図で撮っていきましょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、 70mm で奥のね橋と上のビルと下の水面と入れたい部分をねこうギュギュッと圧縮効果も効かせながら一つのねこの画角の中にね収めてみました。 200mm、300mm、400mm、600mm とかでねあの超高画質で撮ることはねもう絶対スマホではできないので、ほんまにもう秒で買いましょう。望遠レンズも買いましょう。広角レンズ買って望遠レンズも買いましょう。同じタイミングで2本買いましょう。標準ズームレンズ1本だけでねもう撮れないような、表現の幅が広がりますんで、ぜひ皆さんいっぱいレンズ散在していきましょう。あれでもあれ標準レンズだけなんで、もうまずはこれを使いこなしてあげるっていうのがねほんまにあの本心で言っておりますんで、ぜひ皆さんあとは新しいレンズ買っていきましょう。ということで次、はい、ということで最後なんですけども、最後はですね皆さんの標準域の話をさせてください。標準域、この今映像でいくとこれで 35mm、 50mm やったらもうちょっとねこう望遠側に行くねこんぐらいですね。 50mm で最後はですねあの 50mm で撮っていきます。 50mm、 まず構図はですねこの左上からねこう曲線でね右下に向かって伸びてるねこの高速道路、これで奥行き感出す。ほんでそのちょうど空いてる右上にこのビル入れる。そしてこの街灯も入れてねこうニューニレなアクセントにする。ほんでこのね走ってる車のラインをちょっとレーザービームで入れる。でかつこの水面をねあのまた30秒で滑らかにすると、ちょっとそんなねあのモリモリで撮っていきたいなと思います。そしてその焦点距離の話なんですが、ちょっとこのズームレンズ買ってすぐにねあのちょっと次単焦点レンズ買ってほしいんですが、単焦点レンズねあのお手軽なんで買ってほしいんですが、 35mm 買うか 50mm 買うか 40mm 買うかみたいなところでね迷われる方も多いと思います。そんな、迷われてる方は標準ズームレンズでこう固定してあげて、自分にはどの焦点距離が合うかなっていうのをね、ここでね分かりますんで、その上でもね買ってあげてください。この標準ズームレンズはですねこうほんまにもう標準的なねズーム域を持ってるんで、自分に何が合うか、超広角が欲しいのか望遠が欲しいのか、はたまた単焦点レンズでも 50mm がいいのか 35mm がいいのか、これの指標にもなってくれるんですね、この標準ズームレンズ。そんな言い方したらなんかこいつに申し訳なくなってきた。ごめんよごめんよ、あんたももうずっと愛してるからな。ほんまにも半分冗談半分本気でこのレンズをねほんまにもう使えば使い倒すほど自分に何が足りないか、自分が何が好きなのかっていうのがねしっかりとねあの見えてくるんで、次の散財がねほんまあの無駄な散財にはならない。自信を持って散財できると思います皆さん。ということで、ユートビアですね、あの 50mm の画角は結構あの作例を撮るときには結構使うねあの焦点距離でございますんで、ここはね 50mm で撮る。でまあ普段の日常使いとかやったらねあの 35mm とか 28mm とかねちょっと広角気味をねあの使っております。その辺の焦点距離をね、皆さんちょっと自分に何が合うかもマスターしつつ、まず今回はねここの 50mm で撮っていきたいなと思います。縦構図です。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、 50mm でちょうどねこうなんかね絶妙に入れたい部分だけをうまくね切り取れていると思います。 50mm でこのねあの標準域のねあの焦点距離っていうのはまあより望遠とかより超広角とかと比べるとまあ悪く言えばねこう特徴がないんですね。だからこそもちろん面白い部分はあるんですが、そこにねより特徴を持たせるにはやっぱり単焦点レンズ F 値 1.8 以下のレンズをね、買っていきましょう皆さん。標準ズームだけでもねもちろんもうねいっぱい撮れるんですけども、ちょっとなんか新しいレンズ欲しいけど、でも望遠とかちょっとね重たいし高いし見た時にねやるのが単焦点レンズでございますんで、 F 値の低いそしてね単焦点のめっちゃクリアな写り、この沼にもね、ぜひね足を踏み入れていていただきたいなと思います。ということでもう撮るものないので終わります。
ということで本日はもう新しいレンズをね買うんじゃなくてね、この標準ズームレンズをね使いこなそうという話をねしてみたんですけども、皆さん新しいレンズは買いましたでしょうか。とにかくもうユートビもね、カメラ始めた時はもうほんまにねこの1本しかねもう全然買う余裕もなくて、ただでもこの1本だけやったからこそいろんな表現も生まれたし、なんとかしてねこうなんかねいろんな表現をねひねり出そうと頑張りました。そこでねなんかクリエイティブなね脳が発達したような気もしますんで、ぜひね皆さんもなんか周りの人がさ新しいレンズ買ったりさ散財してるのを見てね、でもそんな高いの買われへんわみたいな思った時はね、この動画にもう一度ね帰ってきていただいて、標準ズームレンズ1本だけでもねいけるんだぞというところをぜひね見せて自信を持ってね写真を撮っていってくださいませ。ほんでまた貯金ができたら新しいレンズ買ってください。新しいレンズを買うために来てください。皆さん飲み会は行かない、昼ご飯もコンビニはもう最近高いんでもうコンビニ用の昼ご飯は食べない、聞いたこともないような名前のスーパーの、50円かぐらいのおにぎりでお腹を満たして、そして新しいレンズを買っていきましょう。皆さんぜひ皆さんも幸せな散財節約生活を過ごしていきましょう。ということでもう喋ることないので、帰りたいなと思います。ぜひ皆さんチャンネル登録なりそぞよろしくお願いいたします。今これね126,929人、もうすぐで127,000人、13万人いきますんでですね、皆さんぜひなりそぞチャンネル登録して応援いただきますと幸いです。ということで、はい、帰ります。さよなら、バイバーイ。